特定有料賃貸住宅は日本の住宅政策当局が定めた基準を満たす日本の住宅の類型。とは特定有料賃貸住宅の供給の促進に関する法律に基づき主に中程度の所得階層のファミリー向けに供給される賃貸住宅のことで地方自治体または地方住宅供給公社が建設する場合と国および 地方自治体の補助を受けて、民間事業者が建設する場合がある。略称、特有賃。高齢者向け有料賃貸住宅等の制度と合わせて、地域有料賃貸住宅と呼ぶ場合や、自治体によって、独自に、都民住宅、都市型民間賃貸住宅、区民住宅などと呼ぶ場合があり、制度内容にもいくつかのバリエーションがある。 主に中堅所得者のファミリー向けとされ、国及び地方自治体が補助することにより、良質な住宅の供給を促進するための制度である。主な特徴は、以下の通り、家賃補助は必須ではないため、家賃補助がない物件もある。また、制度自体が建設時期や補助する地方自治体等によって異なるため、家賃補助がある物件でも、いくつか注意点がある。 主に都市部の住環境改善のため、賃貸住宅ストックの質的向上を目的にした制度として、従来地域特別賃貸住宅があったが、これは予算制度であり、また行政や地方住宅供給公社など、公的セクターが供給主体とされており、供給量に限界があった。そこで、主に民間事業者が供給する賃貸住宅への 補助制度という形を取ることによって民間事業者が土地所有者を探して事業化することが可能になり供給量が増加した。その後、賃貸住宅の市場動向の変化による空き家率の上昇や高齢者向け有料賃貸住宅の供給が思うように進んでいないなどの事情により入居資格を緩和するとともに高齢者向け有料賃貸住宅等を合わせて 地域有料賃貸住宅制度に改変された。事実婚でも可能これは国のレベルの話で、地方自治体においては条例等で制度を定めている場合が多い。ありがとうございます。